はい、清水の皆様こんにちは、ルックハウスです。雨が上がった気持ちのいい日曜日、だいぶ晴れてきましたね。今日は、昨日に引き続き、ルックハウスが現地販売会開催中の、清水区緑ヶ丘町の、新築戸建て全3棟、今日は C 号棟をご紹介します。はい、まず建物はこちら、じゃーん、どうでしょう。建て売りとはちょっとパッと見思えない凝ったデザインになっていると思います。駐車場は3台止められますね。では玄関から中に入ってみましょう。はい、こちらでピンポンして、はい、開けます。はい、こちら玄関、早速ルクさん迎えていただきました、ありがとうございます。今日も一日よろしくお願いします。で、こちら玄関ですけど、どうでしょう。だいぶ広くて明るい感じですね。ここの建物の特徴のその1、この広い玄関、魅力です。では中上がります。ではまず左、行ってみましょう。玄関横にはまず収納あります。収納力が豊富な建物です。そして右に行くと、はい。またこういう形で収納があって、その向こう。はい、バスルーム。まず脱衣所広いですね。そして、こちらが洗面台と、設備は英語と同じ、基本同じなので、まあ、宝さん使った、いいものになってます。そして奥に行くと、はい、こういう形のバスルーム、一つのタイプで、浴室乾燥付きです。ありがたいですね。はい、そして戻ると右手はこちら、引き戸を開けると、おトイレです。1階おトイレですね。はい、電気もいいものを使ってます。そして振り向くとこちらリビングになってます。この建物は 4LDK なので、下はリビングと和室です。じゃーん、どうでしょう。だいぶ広くていい感じですね。はい、じゃあまずキッチン見てみましょう。はい、収納スペースあります。そしてカップボード、標準装備です。そしてキッチン。はい、こんな感じ。当然、英語と同じように、食洗機、標準装備です。そして、はい、換気扇もこんな感じで、お掃除のしやすいものを使ってます。そして、この建物のもう一つの特徴。はい、このズバンと抜けた景色ですね。ちょうど裏側が、道路になってますので、この開放感抜群です。おかげで1階の部屋も本当に明るいです。そしてその横には和室、4畳半ですね。琉球畳風の、畳と、ちゃんとお布団も普通に入れられる収納スペースついてます。そして当然、障子ですね、開けるとこんな感じ。こちらもプチオにはついてる感じですね。はい、非常に広くて、気持ちがいい空間になってます。はい、じゃあ2階も見てみましょう。あ、当然ここにもリビングにもこういう感じで収納がありますね。本当に収納豊富で嬉しいです。はい、では廊下を来て、はい、玄関から階段上がります。はい、階段の上にはこういう形ではめ殺しの窓がついてます。本当に明るいです。そして、じゃあまずこちら、廊下の端っこには大きな窓、そして収納スペースで、引き戸を開けるとよいしょ。はい、こちらにも当然いい、電気を使ったお風呂ついてます。そして振り向くと居室が3個ですね。まず、寝室覗いてみましょう。はい、こんな感じで広いです。そして窓からの景色を見ると、はい、抜けてます。気持ちいいですね。で、ベランダが結構広めに作ってあります。このベランダは隣の部屋まで行ける感じになってますね。そして振り向くと、はい、ウォークインクローゼットです。なんか見てみましょう。はい、
広いですね。だいぶ広いです。だいぶ広いです。はい。そしてウォークインクローゼットにちゃんと窓もついてます。湿気がこもらないので嬉しい作りですね。はい。では他の教室見てみましょう。はい。まず道路側ですね。こんな感じです。はい。やっぱりこの小窓がおしゃれですね。そしてここには、はい、プチベランダついてます。ちょっと秘密基地感覚の場所ですね。はい、何に使うかいろいろ考えてください。そしてもう一つのお部屋、ベランダ側のお部屋になりますけれども、はい、日当たり抜群です。そして、収納、こんな感じでついてます。はい、ベランダからの景色はこうです。洗濯物もカラッカラに乾きそうですね。非常にありがたいです。はい、こんな感じの 4LDK が、今回こちらは2850万になっております。はい、それでは、皆さん、ぜひ、現地の方お越しください。ルックハウス望月がお待ちしております。